楽しみだって。あゆも楽しみです。そうチーム K 最初で最後の、最初ではないけど、えでもチーム K 単独は最初で最後か、最初で最後のコンサートなので楽しみたいと思います。あすっごい花粉感じてる今。えそう、えなんかやっぱりさ最近メロンダメなのかなって思ってきたの。えそう、まあ好きだから食べちゃうんだけどさメロン好きだから全然食べちゃうんだけど、メロン食べるとやっぱりねなんか喉らへんイガイガすんの、ここらへん。いやそう、なんか花粉症の人ってメロンダメって言うじゃないですか。え絶対メロンダメだと思ってるけど全然食べてる全然食べちゃう。どうしたらいいんだろう、やめといた方がいいのかな。やめないけどやめないけどやめといた方がいいかな、ね、絶対アレルギー感じちゃってる、かわいそうに、ね、かわいそう。あそんな感じで花粉すごいよ情報イワセブンのいちご練乳氷食べて、あー美味しいよね。あいも好き、わかる、わかります。で、ケイコンは上島真ん中いちゃんどの辺に行きそう、わかんない、ちょ本当にこれなんか嘘とかじゃなくて本当にわかんないの。これ結構毎回言うんだけど本当にわかんないんだよね。あいどこ行くんだろう、ちょっと待って1曲目から振り返っていい。で多分結局あい考えてもわかんないんですよね。ちょっと1回振り返らせて、1曲目なんだっけ、ちょっと待って、一曲目、あうん、あっち行って、二曲目がなんだっけ、ああっち行って、三、うんと、ちょっと待って、ちょっとまだ、ね、曲の流れがね、あ本当にまだねちゃんと把握できてないのよね。ちょっと待ってね。次が、ああっち行って。次がちょっと待ってね、あー次あっち行って、あでもあーんうん、あーあっちか、ちょっとわかんないなんか、えでもいい感じ、わかんないどこなんだろう、わかんない、ちょっと待って、わかんなかった、ちょっとまだ今言う、オープニングすら終わってなかったけど考え復習タイム、ちょっとまだオープニングすらも行ってなかったけどちょっとわかんないや、一曲目ロスオブタイムじゃなかった、さあそれはどうかな、はい、やるね、土曜のお昼始まったら分かります。えどこなんだろう、ちょっと待ってね、いや分かんない、えでもさ会場どんな感じなんですか、それも分かんないからさ、なんか会場的にさここの角度にいたらここが四角になるとかさ、そういうのは別にない、そういうのがあったらあれだけどさ、なんかまあどこ行ってもステージが見えるって感じならどこ行っても見えると思うそれはそうそれはそうだけどさ、そうそれはそうなんだけど、どうなんだろうね、ちょっと今わかんない、ゼップ横浜でもゼップだからなんかあの視界を邪魔するものはなさそうじゃない、わかんない、愛が行ったことあるゼップを思い出した時に邪魔するものない気がする、わかんないけど、横浜がどういう作りかが今わかんない、初めてだけど今までのゼップを見てると多分どこいても見えるんじゃないかなみたいな、資格はないんじゃないかなっていう、あのねなんて言うんだろう、劇場とか見たら柱があるとか絶対なさそうじゃん、2階以外はみんな立ち、あそれはもう大変だ、
それはまたね、あの一回のちょっと身長低いよって皆さんちょっと頑張ってください。頑張ってもちょっとあれかもしれないんだけど、なんかさ背の順でなればいいのにね。ね、そうしたら絶対みんな見えるのに、背の順だったらこの席は何センチ未満の方みたいな、この席は何センチ未満みたいなさ、そうそうそう、そういう感じにしたら見れそう、みんなが。だってアユとかなんてさ、アユもさ、あの A ネーションとか行った時とか、それこそアリーナ、アリーナっていうのかな、あのえそうそうそう、アリーナ、アリーナっていうの、なんて言うんだろう、あのそう、あの平面の場所、そうスタジアムだからさ平面じゃないですか、そう平面の場所で見た時に、まあ本当に小学校低学年だったの、1、2年生とか多分そんなもんだったの。前にもう大人の方が立っちゃった、何にも見えなかった、前もう見えない、見えないみたいな、ただ暑いだけみたいな、ただ暑くて音楽聞こえてるだけだったからさ、ね、それはちょっと悲しいよね。ね、それは悲しい、わかる。だから身長低いとね、そういう問題あるんですよね。だからなんかさ、ちょっと自分の後ろがちょっと小さいなって思ったら、ちょっとこう、あでも、あなんかね、もし自分がちょっとこうやって見えなくなっちゃってもあれなんですけど、そうなんかね、ぜひぜひあのみんなで、みんなが見えたらいいよねっていう気持ちある。あゆの経験も踏まえてやっぱさ音楽だけだったら楽しさがちょっと減っちゃうからさね、それはもう、え本当にそうなのよね。もう小1小2なんてもう小さいじゃないですか、ただでさえ身長低いのにさ、あのもう平均的にさ普通に小1小2って小さいじゃん、全国民的にも。えそう、なんかこう地球見てもさ、地球の全世界の小1小2の子たちを見ても小さいじゃないですか。そうがやっぱさね、そう、そうそうそう、見えないってなっちゃうじゃん、そう暑さだけ感じちゃうやん、そう外だし、ゼップはまあ中か、中だけど、そう暑さと音楽を楽しみましたそう本当に暑さと暑さパーティーだった、あゆは暑いからね、本当にあくしゃみ出そうくしゃみ出そうって本当に花粉がすごいのよ。そうなんだろう、今犬なんだろう、豚草わかんないけど、なんか花粉すごい最善は小学生ばかりかな、そうとは限らない、そうとは限らないって、そうとは限らないよ。なんか1曲目からこれですごいって言ってた、そうなの、誰が、誰だ誰だ、チームキャン誰が言ってたんだ。確かに多分みんなもほんと疲れる、これ結構言ってるけどみんなも絶対疲れると思う、 K のは。えそうなんか、そうあの配信もあるみたいなので、配信で外れてしまった方とか見てほしいなって思います、すごく。そう、ほんとみんな頑張ったのでまだね、そうほんとにみんなまだね、ちょっと1曲ね、まだなんかどうするかみたいな曲があって、まだ1曲、そうまだ1曲ちゃんとできてないやつがあるんですけど、そうちょっとまだ
もう結構みんな頑張ってるし、そのあと1曲もみんなで頑張るので、皆さんぜひ見ていただきたいです。今日の公演で言ってたって、うん、そうなんだね。今日のさ公演のポーズも変だったんでしょ、チーム K の LINE で。そう、これにしましょうってなってた。今日のポーズこれにしましょうみたいな。あ、今やりたかったあのポーズあのポーズやりたかった。で、そう、あとラブベリーのさカード懐かしいと思って、そう、あれもチーム K のね LINE に来た。ね、懐かしいって。愛もねすっごい集めてた、すっごいやってた。ラブ&ベリー、なんかリズムゲームなんですけど、ゲームセンターにもあるし、なんかカードとかはゲームセンターで手に入れなきゃあれなんですけど、あれ DS でもやってて、そう DS でもあったの。そうだからなんかほんと懐かしい。もうラブベリー一番やってた自信ある、すごいやってた、毎日のようにやってた。何ポーズあれ、誰もわかんない。なんだろうあれ、何選抜だったんだろう、わかんないけどね、元の写真可愛かった元の写真も送られてきてて、それが可愛かった。そう可愛かった。ねえラブベリーね、今日のね、今日も K はすごく賑やかでね、ね、すごい。そう、そしてさあゆさ、あの今さっきさインスタのストーリーでもあげたんだけど、ウポチャム、ウポチャム合ってるよね、ウポチャムっていうなんかおパンチウサギの、そう、中のキャラクターなのかな、がなんかね TikTok で流れてきて、最初なんじゃこれと思った。いうなんかでもね、何このキャラクターと思って、最初流れてきたのがそうおパンチウサギで、これあれだと思って、今流行ってるウサギだと思って。そう、それこそなんかこの前ヴィレッジヴァンガードの前通った時にいて、そのおパンチウサギがこれおパンチウサギだと思っておパンチウサギだと思って、そう、うわーと思って、なんか感動したの。そう、なんかその感動した日からさ TikTok でさいっぱいなんかパンチウサギ流れてきてさ、それでなんか一昨日ぐらいからかな、ウポチャムもなんか流れてきてさ、なんかウポチャムの友達がなんかキミマロだっけ、なんかキミマロみたいな名前のひよこみたいな、なんかよくわかんないんだけど、あいもちょっとわかんないね。ウポチャムはヨーグルトの妖精らしい、調べたさっきさっき調べた、嘘、ヨーグルトの妖精らしいんだけど、え、そうね、いつもかわいそうパンチウサギね、わかるわかる、かわいそうだよね、なんであんなかわいそうなんだろう、もっといいことあってほしいおパンチウサギにほんとに。え、そうで、ウポチャム面白いのよ、なんか今日見たやつなんだけど、それこそ今日流れてきて見たやつなんだけど、なんかメニュー決めれないみたいな、ファミレスにそのなんかキミマロみたいなね、流行り知ってて偉いよね、わかる。そう、なんかキミマロみたいなひよことファミレスみたいなところ行って、なんかメニュー決めれないみたいな、ウポチャミが、ウポチャムかウポチャミじゃない、ウポチャム、ウポみたいな、なんかすっごいなんかページ、ここまでみたいな、
もうすっごい頼むのよ。でもなんかハンバーグ半分ぐらいでなんかもうお腹いっぱいみたいになって、そしたらキミマロみたいな子が、君が食べたの全部、あ、食べたのふほちゃみが頼んだの全部、そう、絶対食べれないのにみたいな、キミマロが心の中で言ってて、あ、心じゃないかも、口にちゃんと出してたかな、ちょっとあゆもあんまちょっと覚えてない覚えてないんだけど、そう、なんかね、いや、これ本当なんかみんな見てほしい、後でうぽちゃみ、うぽちゃみのなんか見てほしい、 TikTok で多分うぽちゃみだったらいっぱい出てくるんじゃない、わかんない、ちょっとまだね調べてはないんだ、流れてくるから見てるだけで、いや、みんなにもぜひ見ていただきたい、うぽちゃみ、うぽちゃむ、うぽちゃみって言っちゃう、うぽちゃむです、見てください、後で見るって、見て、なんかね愛おしくなる、なんか最初何この子って、なんか見た目は本当にやばいのよ、もう全員あのキャラクターたち、なんか見た目なんかもう唇リアルだしさなんかやばいんだけどさ、なんかねだんだん見てるうちにね愛おしくなってくる、そう、見て後で、きっと多分ね TikTok 持ってる方はTikTok でうぽちゃみ、うぽちゃむだ、うぽちゃむうぽちゃむって調べたら出てくるんじゃない、きっと、わかんない、出てこなかったらすいません、で多分出てくる、そう、ストーリーがあるの、ちゃんと、なんかあと歌もあるんですよ、でもなんか歌じゃないのよ、歌なんだけど歌じゃなくて絶対歌えない歌小田さんしか絶対歌えない、あれはってぐらいなんか面白い歌があります、そう、みんなに見てほしいから、そう、ちょっとインスタに書いた知ってほしくて、うぽちゃむ見てみてください、はい、それではコンサートを練習しなきゃなので、そろそろおしまいにしたいと思います、ランキングを見ます。13位 YK さん、ありがとうございます。12位クラーク銀志郎さん、ありがとうございます。11位プラハタハさん、ありがとうございます。10位翼欲しいさん、ありがとうございます。9位雪光さん、ありがとうございます。8位響ちゃん、ありがとうございます。7位 FANGYU さん、ありがとうございます。6位綾乃さん、ありがとうございます。5位ピカルン、ありがとうございます。4位カモンさん、ありがとうございます。3位サンマさん、ありがとうございます。2位ギャローさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。頑張ります、練習、ありがとうございます、ありがとう。ではでは、また明日も見てください、ありがとうございました、バイバイ。